のりさん、こんにちは。翔太です。今回はめちゃくちゃ要望の多かった高い武器パーツ、全部見ていこうと思います。一応フリーマーケットで頭からお尻まで全部見て高いパーツをね、まあ調べたんですけれども、もしかしたら漏れがあるかもしれないので、漏れがあった時はごめんなさいっていうのと、あと武器パーツ結構相場の変動が激しいので、今はこの値段だけど、今後、まあナーフだったりとか、調整が入ったりとか、まあ、そもそも価格の変動があったりして、値段が変わったりするかもしれないっていうのも一つ念頭に置いてみてください。それでは数が多いんでね、早速いこうと思います。まずはこのアッパーレシーバーからいこうと思います。一つ目が MP5 の SD アッパーレシーバーですね。これはガンスミスのタスクでも使うので結構需要っていうのは高いパーツだと思います。通常が77ドルで売ってるんですけれども、フリマ売りだとね3万から4万ぐらいの値段で売られています。で、2つ目が TX ですね。これは M4 とかのアッパーレシーバーなんですけれども、リコイルが 2%、 エルゴノミクスがプラス 6% で、だいたい1万6000円ぐらいで売られてます。そんなに高くないんですけれども、これ割と安くて、まあ、コスパいいカスタム組むときに使えるので一応紹介しておきました。で、次ジェン3アッパー、これも M4 のアッパーです。これもね2万6000円ぐらいと、まあ、そんなに高くはないんですけれど、マス単価は1万円超えてるんで結構いいと思います。で、メカニックの見せ売りが2万8000なんで、売り回りが3万円超えることっていうのはしばしばあります。まあ、なので高い時に売れれば結構美味しいよというようなものとなってます。性能はリコイルがマイナス 2%、 エルゴが 13% のエルゴ寄りの性能となってます。対してリコイルにガンブリしてるのがこの MUR っていう同じく M4 のアッパーレシーバーです。これはリコイルマイナス 4%、 エルゴミックスプラス 8% で、まあ、かなりリコイルが抑えられる、まあ、一番リコイル下げれるやつなんですけどとなってます。まあ、なのでかなり価値が高くて、フリマ売りだと今出てないですけれど5万とか6万とか、高い時だと8万っていうのを僕は見たりしました。なので MUR 見つけたら必ず持って帰ってくることを強くお勧めします。で、次はダストガードを見ていくんですけれども、ダストガードは、高いものだけ並べたんですけれども、まずはこれですね、 SA の SA58 のダストカバー、まあ、2万円ぐらいから3万円ぐらいで取引されています。一応これファルの中で一番強いエルゴノミクスがプラス4上がるダストカバーなので、まあある程度高いと。で、次 AK 系列の B33 のダストカバー、これは、性能が、まあ、2番目ぐらいに至ったかな。リコイルがマイナス 1.5% のエルゴノミクスがプラス7、されるので割と性能いいです。で、これガンスミスのタスクかなんかで使うので若干価値があります。で、次がこの PDC っていうダストカバーですね。これ3万4万ぐらいでさっきまで売られてたんですけど、今そんなにっていうか出品がないですね。これリコイルがマイナス 1% しか下がらないんで、多分 B33 の方がいいんですけれど、 B33 だと付けれない、装備にもこのダストカバーは付けれるっていう利点があります。エルゴノミクスプラス4なんでそんなに上昇値も大きくないんですけれど、これかっこいいですね。で、次がドックレールなんちゃら、ドックレックレールかっていうやつですね。これはエルゴノミクスはプラス7だけの性能です。これもなんかある程度高いですね。これも使うんだったかな、ガンスミスに。まあ、なんかで使うんで高いんだと思います。で、次が M14 のウルティマック M8 フォワードオプティクスマウント。これガンスミスで使うやつなのでかなり高くなってます。これ結構ね、スルーされがちで、漁られた場所とかにも落ちてることあるので、結構知っておくと、まあ、お買い得な商品となってます。今でこそだいぶ安定したんですけど、ガンスミスタスク全盛期の時とかは1個10万とか12、3万とかで僕売ったりしてたんで、まあ、これもね、ワイプ後とかに向けて覚えておくといいと思います。で、次はストックパーツ見ていこうと思います。これストックをつなぐためのアダプターの部分なんですけれど、特に高いのはこの3つですね。まずこの MT、まあ、メサって言われてるやつなんですけど、このメサのアダプターは M14 とか、まあ、その辺の 7.62 系の銃で一番リコイルを下げれるマイナス 5% の性能を持っています。まあ、なので結構高いは、まあ、高いんですけれど、ピースキーパーの売りが208ドルなので、ピースキーパーより安いことが多いです。まあ、なんでかっていうと、あんまエルゴノミクスが上がらなくて、 7.62 系の銃ってM14 とかダサスとかのその辺の後継の弾、ダサスには使わないのか、その辺の後継の弾ってかなりエルゴノミクスを上げたい人が多いので、まあ、若干需要は低めで安くなってるんですけれど、まあ、かなりね使い勝手のいいやつなので僕愛用してます。 M14 とかは、例えば M14 じゃなくて M1A でしたね。で、次がこのアドバンスドチューブっていう、まあ、基本的にどのアサルトライフルにも装着する一番強い、チューブですね。リコイルがマイナス 4% でエルゴノミクスがプラス 2% 上がる、まあ、結構合計総合値の高いアドバンスドチューブとなってます。で、これ全く同じ性能の赤いやつもあるんですけど、赤いやつも大体同じぐらいの値段します。結構このチューブは値段変動が激しいので、まあ、16万超えること結構余裕であります。高い時に売るといいと思います。ガンスミスのタスクで使うっていうのもあるし、最強のパーツなのでかなり需要が高いです。で、 AK にも M4 にも、まあ、他のどの銃にも大体装着できるんで、まあ、これはまあ一番みんな使うと思います。で、赤いやつは基本的に非売品なので売るのがいいと思いますけれど、まあ、自分で使いたかったら使ってもいいかなと思います。で、次、アズバルのこのストックを装着するためのパーツですね。アズバルデフォルトのものだとかなりリコイルの値が大きいので、まあ、ブレが制御できないということで、このローターっていう、ピストルグリップとリコイルの一体化したやつをセットするんですけど、これがかなり高いです。ただこれ誰だったかな、メカニックか
メカニックだな。メカニックにミルク1個と交換できるので、ここで、まあ、欲しい人はここで買うんじゃなくて、まあ、情報弱者に高い値段で足元見て売りつけるっていうのがいいんじゃないかなと思います。まあ、一応ね、ガンスミスでも使うので、ガンスミス系の動画も僕出してるんで、よかったらね、そっちも見てみてください。で、次がハンターをドラグノフに改造する用のストックです。これもなんか2万から3万ぐらい値段がするんですけれど、まあ、別にそんなに欲しいものでもないと思うので、あんま気にしなくてもいいと思います。これ5マスあるんですよ、確か。5マスだよな。ちょっとでかいので、4マスか。4マスちょっとでかいので、マス単価はあんまりよろしくないですけれど、まあ、持ってると悪くないですね。で、次、M14、M1A の、トロイ SASS なんとかストック。これも3万円ぐらいの結構高値で売られてます。マス単価にすると1万円超えるので、いいものとなってます。一応一番強い最強カスタムにするときに使うクトゥガレシーバーなんですね。で、次は M1A のアークエンジェルですね。これも3万円ぐらい値段がします。店売りも結構高いので、それで引っ張られてるんだと思うんですけど、これはエルゴノミクスとリコイルがまあそこそこで結構お手軽に強のカスタムを作るときに使われますね。次はストック見ていこうと思います。まずはこの GL ショック。これはそんなに高いわけじゃない。1万5000円ぐらいなんですけれど、これ入手機会が結構多くて、スカブのストック装備されていたりとか、あとレイダーが持ってたりするので、まあ、機会が多い割に店売りしている人結構多いので、まあ、一応これもね、割といい値段つきますよっていうので一つ持ってきました。で、次 GLR17、 これはグロックっていうハンドガンのフルオートで打てる18バージョンの方ですね、の、お尻につけるタイプのやつです。これつけないとフルオートで銃撃つことができないので、まあ、結構重宝されてると思います。で、次は AKM のストックのオプファーなんとかってやつですね。これも2万から3万ぐらい値段で売られてます。スペック的にはリコイルがマイナス 39%、 エルゴが 17% で結構強めのものとなってます。で、同じく AK の畳めるタイプの方で使える、まあ、PT3 っていうストックですね。これもエルゴの X11 のリコイルがマイナス 38% なので結構強めのスペックとなってます。折りたためるやつだって一番強いんじゃなかったかな。で、次、M870 レミントンの SGA ポリマーストックっていうストックですね。一応メカニックから買うことができるんですけれど、これガンスミスのタスクで使うのでかなり高い値段で足元見られてますね。ただこれ一応交換もあって、メカニックから A バッテリー2つと D バッテリー2つで交換することもできるので、まあ、ガンスミスで使おうと思ってる人はぽったくられないように気をつけてください。ただ売るときは情報弱者にかなり高値で売りつけることができます。で、次のストックが、プレシジョンストックかな。これあの MK18 にデフォルトで付いてるストックなんですけど、リコイルマイナス 34% って一番高い値のストックとなってます。で、この後に出てくる Gen3 ってやつと値は同じなんですけど、エルゴノミクスが Gen3 の方が高いので、まあ、2番目に強いリコイル下げれるグリップみたいな感じの存在で置いてあります。まあ、結構普通の Gen3 よりも安く入手できるので、お金がない人とかはこっち使ったりしてますね。で、さっき話してた Gen3、 これは、黒タイプだと3万から4万ぐらい値段を推移してます。リコイルがマイナス 34%、 さっきのやつと同じで、エルゴノミクスこっちの方が2高い仕様となってます。値段はこっちの方が8000円ぐらい店売りでも高くて、まあ、価値がこっちの方が高いのでね、ファルとか SA58 とかでは僕こっちの方使ったりしてます。同じくグレータイプもあるんですけど、こっちは非売品なので結構値段まちまちです。さっき見た時は6万ぐらいついてたんですけれど、今はそうでもないっぽいですね。で、ストックをつけるためのパーツなんですけど、これも結構高いんですね。 AKM とか AK74 とかにバッファーチューブ、あのアドバンスチューブみたいな木工を刺すためのアダプターです。で、これ刺すとリコイルがマイナス 2% 軽減してくれるので、まあ普通にこっちも強いよということで、大体3万から4万ぐらいのいい値段がついてます。で、 ACE パッド、これもさっき、4万ぐらいで売られてたんですよね。これでもそんなに僕使った記憶ないので、あんまりいいパーツではないと思うんですけど、この AR15 のストック、このストックに装備することによって追加効果を発揮します。もともとのストックがプラス4マイナス 32% なので、合計でプラス6マイナス 35% かな。まあ、そこそこのスペックにはなってくれるので、多分そういう意味で割と値段高いんだと思います。コスパ銃とかで使えそうですね。で、次はハンドガード見ていこうと思うんですけど、ハンドガードはこのドクロの紋章が書いてあるこれですね。このハンドガードが、割と高く売れるんですけど、これ店売りが2万8000円するんで、まあ、店売りの価値があるので、まあ、このアイテムは高いよというのがまず一つ。で、次 MP5SD のハンドガードですね。これさっき3万ぐらいで売られてたんですけれど、MP5SD はガンスミスのタスクで使うので結構需要があります。今は売りがないんですけれど、まあ、大体ね、ガンスミスのタスクやったりとか MP5 使おうと思ったら、この SD カスタムが MP5 の最強カスタムになるので、この装備使う人結構多いですね。 B30 ハンドガードウィズなんとかコンとかみたいな、結構いろんなところにレールを装備できるレール回し回しの装備ですね。これ AK とかにつけるやつなんですけど、エルゴノミクスがプラス7、リコイルがマイナス 3% 下がる、まあ、そこそこのスペックのものとなってます。値段も3万から4万ぐらい、高い時だと6万ぐらいで売れてるっぽいので、まあ、結構需要はありそうです。で、次 CMRD キーモッドハンドガード、これも同じく AK のやつなんですけど、こっちはエルゴがプラス10、リコイルがマイナス 4% で、さっきのやつよりも強そうですね。こっちの方が高くて5万円から、まあ、6万円ぐらい値段で推移してます。で、次 RIS、これ M4 とかのハンドガードですね。まあ、リスツって言われてるやつですね。これはエルゴ7のリコイルマイナス 2% で、大体値段が2万円ぐらいで、そんなに高くないんですけど、割とリザーブとかでよく見かけます。で、同じく M4 の M6 スプリットハンドガードってやつですね。これはエルゴプラス8、リコイルマイナス 1% なので、まあ、さっきのやつよりもリコイルは下がらない
ないですけれど、値段は同じぐらいの値段ですね。2万円ぐらいで売られてます。で次は AR15 の MK10 ってやつですね。これ丸いやつ、これが、値段そんなに高くないんですけど、スペック悪くないんですよね。リコイルがマイナス 3% 下がるので、さっきのやつよりも強いんですけれども、さっきのやつより安いと、まああまり知られてないからだと思います。で次がこの AR15 の最10インチ級なんとかみたいな、この最って書いてるやつはリコイルが下がり幅が結構でかくてエルゴノミクスも高いので、かなり強い部類の装備ですね。短い M4 とか使うときはこのハンドガードはかなり重宝されます。なので高いですね。4万から5万ぐらい値段がします。で同じくサイの14.5インチの方、まあ、長いバレルに使う方はもう10万ぐらい値段がしますね。で振り回りじゃなくて店売りでも4万円なので、これめちゃくちゃ強いです。性能もリコイルマイナス 3% にエルゴ12なので、まあ、かなりね M4 系は優遇されてるパーツが多いと思います。で次は同じく AR の URX4 ハンドガードってやつですね。これはリコイルマイナス 1% エルゴノミクスがプラス7なんですけれど、アクラシー正確性がプラス 1% 上昇するやつですね。まあ、これも、そんなにスペックは高くないと個人的には思うんですけれど、2万5000円から3万円ぐらいと、まあ、そこそこの値段がするのでランクインしております。この辺だと3マスなので、マス単価にするとあんまり高くないような気もするんですけど。で次 AR10 のランサー LCH1 ってやつです。これ高いんですよね。4万から5万ぐらいします。スペック的にもエルゴプラス10リコイルマイナス 1% ってそんなになんですけど、これ7.62 の10とかで僕使ったりしてますね。 SR25 とかによくつけたりしてます。で最後 LVOA の C か、これですね。これが、2万円から3万円ぐらいの間で売られてます。リコイルマイナス 2% エルゴプラス10で、GP コイン4枚で交換できる M4 にデフォルトで装備されてるんですけども、まあ、意外といいお値段します。まあこれ買うぐらいだったら、そのデフォルトでねついてる M4 買うのがいいんじゃないかなと思います。あの M4 MUR アッパーもついてますね。で最後が、VSS とかアズバレにつけるこのグリップをつけれるようにするパーツですね。エルゴノミクス下がるんですけど、ここにグリップつけれるようになって、むしろこれつけないとグリップつけれないので、まあ、VSS とか使う人は、まあ、ほぼ必須と。で大体品がなくて結構値段もね高めとなってます。4万から5万、高い時だと7万ぐらいするんで、これもね1マスしかしないんで、マス単価かなり高いので持って帰るといいと思います。で次真ん中この辺ですね、ピストルグリップとグリップ見ていこうと思います。まず AK 系統から。AK はこの赤いピストルグリップが、記念品扱いなので結構高いです。スペックはそんなに高くないので、まあ記念品扱いですね。で AK 系統で高いのはこれですね、 AK アーエーロノックスこうなんとかグリップってやつ。これがエルゴノミクスプラス10に上がって、2番目に高い数値上がるので、これ高いです。さっき見たら4万とか5万でした。今も売り切れてますね。持ってき忘れてました、この RK3。 これも同じく AK のグリップですね。こっちは性能が同じなのに、まあ、なんかこっちの方が安いんですよね。こっちの方が知名度は高くてガンスミスのタスクでも使うんですけれど、まあ、なんでこっちの方が安いんだろう。多分流通量が多いからかな。レイダーとかつけてる装備が大体これなんで、流通量が多いからこっちの方が安いのだと愚行します。で AK で一番リコイルが下がるのが、このプラス14エルゴノミクスが上がってくれる、AGS74 プロスナイパーキットピストルグリップですね。これが4万からさっき見た時5万6万ぐらいしたんで、まあ、結構いいお値段する装備だと思います。これがまあ最強装備ですね。で次 M4 系統のグリップはこの HG15 っていうのが、まあ1マスで1万7000円から2万円ぐらいするので、まあ割と重宝されると思います。スペック自体はそんなにプラス10ってそんなに高くないんですけれど、これなんか知らんけど値段高いです。で次ストライク AR ライフルグリップのブラック、これも結構高いんですよね。これレイダーのアダーとかについてること多いんですけれど、5万円ぐらいします。プラス11なんでそんな強くないんですけどね、なんででしょうね。で次 HKL5PSG1 グリップ、ここのなんか下が重くなってそうなのがポイントですね。これがエルゴノ X 一番上がるグリップのうちの一つで、7万から8万ぐらいしますね。高い時だと10万ぐらいいったりするんで、まあ、結構これも、まあ、価値高めです。持っていくとポーチに入れた方がいいですね、見つけた時は。で全く同じスペックなんですけど、ガンスミスとかでも使ったりするし、見た目がかっこいいのでこっちの方が重宝されますね。グラル、こっちは14万から、高い人だと20万売れるのかなこれ。まあでも出品がない時とかだったら結構高値でも買う人結構いると思います。で次グリップですね。グリップは結構値段落ち着いてきた感じあるんですけど、それでも RK1 この辺の性能が高いグリップとかはかなり高く売れます。 RK1 はリコイルがマイナス 3% 下がるので、まあ、2番目にリコイルが下がるグリップとして、重宝されてます。高いですね。5万から6万7万8万もあるぞ。でこの RK1 が斜めについてる通称斜めグリップ、これも RK1 とほぼ同じスペックですね。ただこっちの方がエルゴノミクスがプラス1高いので強いはずなんですけど、まあ、値段は同じ、あんま変わらないぐらいですね。エルゴノミクスの最強グリップはこの RK2 っていうグリップで、このグリップはエルゴノミクスでマイナス 4% って一番下がり幅がでかいグリップなんですね。ファルとか、まあ、エルゴノミクス気にしない武器、リコイルだけ気にする武器には装備よくされてますね。これも6、7万とかで売られてました。今出品ないですね。需要高いんだと思います。でシフトグリップ、うわ高い今。
武器パーツ今高騰してるのかな。昨日は7万とかだったんですけど、今は17とかですね。うわ、シフトグリップ今出せばよかった。このシフトグリップエルゴノミクスがプラス9って一番高い値上がるに加えて、リコイルがマイナス 2% 下がるんですね。時点のコブラっていうあのグリップは、リコイルがマイナス 1% しか下がらない。全く同じ性能で 1% だけリコイルが下がる仕様なので、値段がですね、1万円ぐらいなので、16万円ぐらい、今だと格差があることになりますね。これ売れてるのかな？売れてら、2個も。結構いい値段で売れますね。タイミング測ると高く売れるっぽいですね。で、次、斎藤系列。スコープ系列はそもそも本体の価格が高いので、高いものが多いです。ただ、スコープマウントって意外と知られてなくて持って帰られないものが多いので、例えばこの NF の 34mm マウント、これガンスミスのタスクで使ったりするんですけど、2万円って結構高いですね。ただ、ガンスミス全盛期だと、14万とか20万とかしてた時もあるので、まあ、ワイプ直後とかは絶対持って帰りたいアイテムですね。同じくこの NF の 30mm、これも、ガンスミスの需要があるので、エルゴノミクス低下があったり、まあ、そんなに強くなくてもいい値段で売れます、まあ、これも同じくワイプ直後に使うようにしましょう。で、次 MPR ってこれサイトを斜めに銃を構えてサイトを覗くようなグリップですね。これもまあ1万円から高い時だと3万円ぐらいするんで一応載せておきました。今1マスで持って帰れるっていうのもね、結構ポイント高いです。で、次レーザーサイトだと一番強いこのディーバルってやつですね。このディーバルは普通の線のレーザーとライトとあと IR、 他のプレイヤーには見えない赤いもんやりとした光を出すことができるっていう3つの機能が搭載されているのにもかかわらず、エルゴノミクスがマイナス1しか下がらないっていう、まあ、一番強いレーザーサイトなんですね。このレーザーサイト需要がかなり高いので、まあ、3万から6万ぐらいで結構高値で取引されてますね。で、次はチャージハンドルですね。あ、今売られてないな。これ確か3万ぐらいしたんですよね。 SR25 のアンビなんとか、これ両手アンビっていうのはこれ、右利きでも左利きでもどっちでもこの引けるように2箇所にこうボルトの押さレバーがついてるタイプのやつをアンビって言います。これが確か2万から3万ぐらい、4万ぐらいしたのがあったかな、したと思うんで、まあ本体値段安いんですけれど、まあ結構ね、高値で取引されてました。で、これが BOTL って言われているチャージングハンドルです。これ M4 系列のやつだったと思うんですけど、これもエルゴノミクスがプラス1上がる仕様で、1万円から、結構値幅ありますね。まあ、これも1マスなので、まあ、1マス 1万円超えるアイテムっていうのはかなり価値が高いので持って帰るといいと思います。ちなみにこっちは人差し指引っ掛けやすくなってるタイプのチャージングハンドルですね。で、次がラプター。ラプターって言われてる M4 系列に付くやつで、エルゴノミクスがプラス3上がる、まあ、一番強いチャージングハンドルですね。まあ、一番かっこいい。で、これのグレイっていうのもあるんですけど、グレイは非売品なのでグレイの方が値段は高いです。6万とか7万とかする時もあるんですけれど、まあ、基本的に性能は一緒です。ラプターって書いてるハンドガード見つけたら、まあ、持って帰ることを強くお勧めします。で、次はガスブロックですね。この VS コンボは AK のガスブロックで、全く同じタイプに金色じゃない銀色のものもあるんですけど、さっき見た時は3万から4万ぐらい値段で推移してました。テク的にもエルゴプラス14のリコイルマイナス 4% で、さらにストックもそういうグリップもつけれるので、これかなり強い、仕様のものとなってます。2番目か3番目ぐらいに強いやつだったと思います。で、黒は店で売ってるんですけど、銀色は非売品なので確か値段が銀色の方が高いです。 AK 系統で一番強いのはこのトロイって言われてるハンドガードとガスブロックが一体化してるやつですね。これエルゴノミクスがプラス10のリコイルがマイナス 5% 下がるので、まあ、AK で一番強いやつと言われてます。ただこっちなんか割と知名度も高くて流通量が多いからなのか知らないですけど、結構安定して数あったりするんですよね。で、これ意外と知られてないけどめちゃくちゃ高い JP ガスなんとかシステム、この黒いガスブロックのところですね。これリコイルがマイナス 3% 下がるんですよ。ジェイルブレイクとかつける M4 とかによく装着されるんですけど、かなり強いパーツなので、これね、意外とねガスブロックって安いと思って持って帰る人少ないんで、覚えておいた方がいいですよ。これかなり高いです。ずっとこのぐらい値段で売れてます。そこまではしないまでも、一応1万円超えて2万円ぐらいも行きますよっていうのがこの AR15 のウィンドなんとかウェポーナリーレイルガスブロックってやつですね。これがリコイルがマイナス 2% 下がるものとなってます。次は銃の先っぽにつける先端の部分ですね。まずはここがアダプター、マズルアダプターって中間につけるアイテム。まず一つシグサウエルのなんとかロック、 T ロックって言われてるやつですね。これが1万円から2万円ぐらいの間で結構需要高くて売られるパーツなのでいいお値段します。で、次 TPB762、 これもシグサウエルのさっきのやつにカポってつけるタイプのやつで、まあ、エルゴノミクスをね、さらに下げることができる、エルゴにリコイルをさらに下げることのできるパーツです。まあ、大体1万円ぐらいフリマで売れます。でもさっきのやつと同じ場所にはつかないんだったかな、確か。なんですけれども、これもね、装備できます。これも1万円から2万円ぐらい値段で売られているので、結構ね、需要高いアイテムとなってます。これに、これつけて、これが正解例なんですよ。で、これが、かなり強かったので割と高い値段で売られてます。で、次が SVD のサードアダプターですね。これも結構いい値段します。ドラグノフ SVDS にサプレッサーをつけるために必要なパーツなんですけれど、まあ、これがないとつかないので需要が高くて高いと。
SBDS キルタスクでもやってるんですかね、みんな。で、次、7.62 の同じく3段階式につける BMD っていう、アダプター。これだけ高いです。なんでか知らないですけど。これ、なんか他に2つ、ボコってつけて3段階にするのが一応最強なんですけど、これが一番高い。で、2万円から3万円ぐらい、いいお値段しますね。で、ここから M4 のサプレッサーつけるパーツなんですけど、これ、カックってやつですね。カックが1万6000円ぐらいで売られてます。これにサプレッサーつける感じですね。で、これは RC なんとかっていうサプレッサーをつけるはずです。ちょっとツンツル点のサプレッサーですね。これも大体1万円から2万円ぐらいします。で、次は ASR556 って今一番強い M4 系列のサプレッサーをつけるアダプターですね。これも2万円から3万円ぐらいいいお値段します。で、これガンスミスのタスクで使うんだったかなんかよく覚えてないですけど、なんかに使うので高いパーツです。確かガンスミスだった気がするんですけど、M1A にサプレッサーをつけるのに使うんですよ。で、これがないとつかなくて、で、店売り解放されるのがかなり遅い40レベルからなので、まあ、それまでに使いたい人とかが、まあ、求めて高くなるみたいな感じですかね。で、次が、ワンマウント、ワンサプレッサーみたいな名前のサプレッサーをつけるために使うマウントで、これ大体2万円から3万円ぐらいします。ここからマズルブレーキ見ていこうと思うんですけど、まずはこれですね。同じような形のマズルブレーキって3つか4つあるんですけれど、この 5.45×39 のマズルブレーキだけが、結構いい値段します。他のやつは1万円切るので、あんま覚えておかなくていいと思います。545が高いです。で、同じく AK の、545の SRVV っていうマズルブレーキですね。これも1万3000円ぐらいします。リコイルがマイナス 15% 下がるんで、割といいスペックのものですね、これも。で、1つ飛ばして、7.62×39、まあ、別のタイプの AK につける SRVV っていう全く同じのもあります。こっちもまあ1万円から2万円ぐらい値段で推移されてるんで、1マスだとマス単価が結構いいんじゃないかなと思います。で、次、松ぼっくりですね。RRD って言われてるやつの 4C マズルブレーキ。これ 7.62×39 限定タイプの方で、こっちの方は3万円で売られてます。対して RRD、この松ぼっくりパート2ですね。こっちは5万円で売られてます。これ何が違うかっていうと、こっちの方は並べるか。こっちが 7.62 限定で、こっちが、まあ、全部の AK につけれるやつなんですけれど、7.62 専用の方が、リコイルを下げることはできるんです。その代わり、まあ、こっちは他の AK 7.62 以外の AK、まあ、545にも付けれるので、こっちの方が汎用性が高いということで、多分こっちの方が需要が高くて値段がね結構いい感じになってるんだと思います。あと銃声もこっちの方が少ない、音が小さいんですよね。こっちラウドネス18でこっち15なんで、こっちの方が爆音になるよという感じで、多分いろんなものに使える分こっちのマルチアダプターの方が高いんだと思いますと。で、次アナイアレーター、これ9万ぐらいするんですけど、あのガンスミスのパートを、どっかのタスクで使うんですね。 MCX じゃない、MPX かにつけるので結構高い値段で売られてるんですけれど、あとこれもね交換があって、 TP 火薬の塊と交換することができるので、まあ、まだガンスミス終わってない人でこれを買うんじゃなくて、自分で使いたい場合は交換して手に入れるにしましょう。で、これは情報弱者にね高い値段で売りつけるといいと思います。で、同じく M4 系列の、ジェイルブレイクとかでサプレッサーつけない場合は一番強い銃口ですね。これがリコイルマイナス 14% 下がるので結構いい値段で取引されてます。で、ここからは 7.62×51 M4 とか M4 じゃない、M1A とかファルとかにつけるドラゴンですね。これもさっきのあのマズララプターと3段階でカポカポカポってつけて最強にするタイプのやつです。リコイルがマイナス 18% 上がります。で、同じく 7.62×51 の口径で今度レッドっていうやつもあるんですけど、こっちは、まあ、同じぐらいの値段ですね。ただこれ3段階式にできなくてそんなにスペック高くないんですけど、なんか知らんけどなんかお値段は高いですね。で、最後はこのモンスターってやつですね。これサイガとか、ショットガン系列の先っぽにつけれるやつで、一番リコイルを下げれるやつです。これつけたら連射ショットガンが連射できるようになるぐらい、まあ、強いスペックのものなので、ただ銃が1マスひょこって伸びちゃうんですよ、左に長くなっちゃうので、まあ、狭い場所だと取り回し悪くなります。これも2万から3万ぐらいいいねお値段しますね。で、サプレッサーがこのPRSCQC っていう 7.62×51 のサプレッサー、これが結構いい値段します。ルゴノミクス23低下のリコイルがマイナス 12% でラウンスがマイナス 30%、 まあそこそこのスペックですね。出品が少ないのでいい値段かと思いきや、実はそもそもの値もかなり高いので、これ昔からあったかな、なんか割と最近追加されたものな気がする。結構高いですこれ。で、次 SDN って言われてるサプレッサーですね。これ M1A とかにつけるんだったら一番スペック高いんじゃなかったかな。リコイルマイナス 14% で確か1番か2番ぐらいに強かったはずです。これ強いサプレッサーなのでお値段かなり高めですね。7万円ぐらいで取引されてます。で、さっきのあの3段階式の一角ですね、シグサウエルの SRD、 これあの MCX につける、まあ、一番強いサプレッサーなので7万円ぐらいのいい値段で取引されてます。 5.56 とかの M4 系列で今最強なのはこの
ASR っていうサプレッサーですね。これが一番リコイル下げれるので、まあ、かなり高い値段でこっちも取引されてます。で次が MP7 のサプレッサーですね。 MP74.6×30 の MP7 のサプレッサー、これが、店売り6万のフリマリだと8万から9万ぐらい、かなり高い額で取引されるアイテムとなってるので、見つけたらぜひ持って帰っていきたいですね。でサプレッサー最後はこのウルトラ5っていう今季一番強い、サプレッサーですね。どの装備にもつけれてリコイルがかなり下げれるっていうので9万とお値段お高くなってます。ただこれに限らずサプレッサーとあとさっきのこのスコープ、サプレッサーとスコープ系は高いパーツがかなり多いので、まあ、見つけたら持って帰ってくると絶対マスターか1万以上で売れるものが多いです。まあ、特に後継のでかいサプレッサーであればあるほど高値で売れるので持って帰ってくるといいと思います。で次はマガジンですね。マガジンは高いものって割と限られてるんですけど、個数が制限されてる、こんな感じのね、これはクロベクター45口径のベクターのマガジンなんですけど、これが結構高いです。4万とか10万とか結構足元見る値段で売られてます。で MP7 のマガジンは手に入れられるレベルがかなり高いので、40レベルからだったかな、なので4万4000とね、まあ、入手機会が少ないので結構高い値段で売られてます。で P90 のマガジンは、まあ、よく持ち込まないといけない、まあ、結構持ってく人が多いので高値で売られてます。安い時だと2万とか3万とかで売られてる時もあるので、まあ、そんなに安い時を狙って買いだめしとくと高くはつかないと思います。で次が M14 のドラムマガジン、これが結構高くて3万円します。これ元々の値段が結構高め、4万とか5万とか確か元々の値段がするので、まあ、その価格に引っ張られていい値段してるだけです。需要はそんなにないと思います。でそっちよりもこっちの方が M14 の30マガジン、このエルゴノミクスの低下がそんなに大きくなくて30発弾が入るので M14 使ってる人は大体これ使ってます。これが3万円ぐらいで取引されてますね。まあ、後継のでかい銃の、マガジンっていうのは高い傾向にありがちなんですけど、これブリティッシュファルのマガジンですね。ブリティッシュファルのマガジンもエルゴノミクスの低下が、まあ、少ないので結構高い値段で取引されてます。あとは AK のドラムマガジン、これが、店売りだと4万円でフリマ売りだと7万とか8万とかしますよね。ただこれも一つ仕掛けがあって、メカニックから T プラグ6個で交換できるんで、まあ、1万2000円とかで購入することができたりします、安い時だと。なのでこれもね覚えておくと良いと思います。あと一個忘れてたんですけど、クロー MDR とか SR25 とかラサスとかに使うジェン3 20発入りマガジン、これもかなり高いです。3万円とか4万円とかします。ただ安い時は2万円ぐらいで取引されてるので、まあ、そういうタイミング見つけたら買いだめておくことを、まあ、強くお勧めします。まあ、一番いいのはピースキーパーから買うと5000円以内で買えるんですけど。で最後バレル見ていこうと思います。バレルは結構数が多くて、これ3マスとか4マスとか長いものが多いので、厳選してきました。マス単価がかなり高いものだけ集めてきたので、バレルはこれだけ持って帰ってくればいいんじゃないかなと思います。まあ、短いのから見ていきましょうか。 AR15 の、260mm 26センチのバレルですね。これが、5万6000円します。スペックとかはちょっとバレルは、まあ、かなりねバレル以外の部分に左右されることが大きいので、今回はねスペック見ずにいっていこうと思います。で次 MK47 409mm のバレルですね。これが、大体10万円します。 MK 系列で一番強いバレルですね。もう一つこれより短いのがあるんですけど、そっちは9000円ぐらいで売られてます。で AR15 の 5.56 18インチバレル、これも長いので、もう長いバレルは大体高いです。これも、ね、4万5000円から5万円ぐらいします。同じの2個ある。次が HK416 の20インチのバレルです。 M4 の20インチのバレルとは違うので一つ注意してください。ただどっちも20インチは高いので、長いものは高いと覚えておけばいいと思います。これが SR25 の20インチのバレルです。まあ、HK のやつとも M4 のやつとも違うので、また一つ注意してください。これもね、売られてないんですけど、6万とか7万とかでさっき売られてたと思うので結構高値で取引されてます。で次 SA58 の16インチのバレル、これが、あんまり使う機会はないと思うんですけど、まあ、3万円ぐらいで取引されてます。まあ、それよりも高いのは SA58 の21インチのバレルで、こっちがまあ3万円から5万円ぐらい、店売りが3万7000円なので、高い時だと5万とか6万とかいってるのを見たことがあります。ただ SR25 に関してはメカニックのレベルが4になっているのであれば、交換でよいしょ、こっちの SR25 を手に入れるっていう方するとですね、なんかいろいろ高いパーツがついてきてるので、まあ、これの交換で入手するのがいいと思います。とで結構長くなっちゃったんですけど、これでね一通り全部のね装備パーツ見れたかなというふうに思います。はい、というわけで全部の武器パーツ紹介できたかなというふうに思います。この後スクリーンショット用に載せておくので、よかったらそっちの方も見てください。あとついでにチャンネル登録もしてくれると僕は嬉しいです。他にも買うよりお得なアイテム交換とかドッグタグの交換とか、かなり有益な情報とか載っけてるんで、よかったらまたそっちね見てない人は見てくれるといいなというふうに思います。それではいいタルコフライフをお過ごしください。お疲れ様でした。バイバーイ。